編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。平和の虎、新旧虎談義。はい、皆さんこんにちは。今日は新虎の平和の虎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、上野さんです。はい、定番のご質問からいきますけれども、上野さん今年齢はおいくつですか？はい、今26歳です。そんな若いの？26だった？え、いや面談してるんだけど僕全部忘れて、26なんだまだ。はい、26です。老けてるよね。でもなんかメガネサングラスしてるからかな。いや、まあ割と。あ、外すの大丈夫なの？あ、全然大丈夫。大丈夫なんですか？多分ね、はい、初登場でねサングラスかけて今収録したじゃないですか。はい、お前屋内でサングラス取れってコメント入りますよ。はい、間違いないこれは。はい、さあそんな上野さんです。26歳、お生まれどこですか？はい、神奈川県です。はい、神奈川県は広いですけど、どのあたりですか？横浜です。あ、横浜なのに神奈川県っていう人珍しくないですか？いや、めちゃめちゃ意識して神奈川県って言ったんですよ。だってあの相模原の人どこって言うと横浜とか嘘つくじゃないですか。ね、これ僕愛知県なんでよくあるんですよ。あの名古屋じゃないのにどこって言われたら名古屋って言っちゃうんですよ。分かんないから。はい、横浜市なんだ。そう、横浜っていう。浜っ子ですか？そう、浜っ子です。浜っ子ですか。はい、小中学校は普通に地元の公立ですか？そうですね、小中はそうです。はい、小中高まで。あ、高校まで。はい、高校も公立。そうです。はい、そこからどうなりました？高校が、普通の、まあ、公立の学校で、はい、大学は東京理科大学っていう、まあ、私立の東京の大学。東京理科大学ない理系なんですね。ゴリゴリの理系です。ゴリゴリ。東京理科大学で何を勉強されてたんですか？数学とプログラミングの2つです。うん、はい、数学とプログラミング。はい、はい、で4年でちゃんと卒業された？あ、もちろん4年です。あ、ちゃんと卒業されたんね。はい、じゃあそれで22歳じゃないですか。はい、そうですね。はい、でそこからは、まずは何を？まあいろいろやってたんですけど、はい、まあ、学生の頃からもうプロのアーティストとしていろいろお金いただいたりはしていたんですけども、はい、とりあえず、まあ、一番目星、まあ、この受験生版ですから、はい、まあ、学校っていうところでいくと、うん、開成高校と富士女学院で情報の講師をしてました。はいはい、ほう、あのね、もう一度戻るんですけど、その大学時代に起業という形ではないんですか？大学生の時は、はい、一応プロのアーティストなんで個人事業主。アーティストっていう言葉がね、はい、多分視聴者の方には広い範囲であると思うんで、もう少し詳しく教えてほしいんですけど。そうですね、多分分かりやすく言うと、はい、まあ、大道芸人だったりサーカスの、まあ、芸人みたいな、はい、そういうイメージです。あ、そういうことをやってらっしゃったの？はい。へー、ちょっと興味あるからもう少し深掘りしたいんだけど、例えば路上とかでいろいろやったりしてた？あ、そうですね、もちろん路上とかもやってましたし、はい、まあ、いろんな、まあ、客船とかそういうところでショーをやってたりしてたんですけど、はい、そうです、はい、とか、まあ、もちろん企業パーティーとか、はい、そういうのもやってるんですけど、まあ、もちろん路上とかそれこそ上野公園って分かります、はい、かります。ああいうところでやってたりもしてました。それってあの大学バリバリの理系だって話ですけど、もっと、ま、昔からそういうことに興味があったんですか？そうですね、始めたのが中学生の頃で、はい、高校の頃にも、はい、ちゃんとやりたいって思ってたんで、はい、部活作って、はい、それでやりました。へー、じゃあ一般的な就職はしてない？就職、まあ、一応学校の先生というか、まあ、講師にはなったんで、うん、まあ、それを就職と言うなら就職かな。なるほど、はい、これは非常勤講師ですか？そうです、講師です、ね、非常勤講師なんで、はい、まあ、就職はしてないですね。はい、で今言った開成高校とかフェリス、はい、フェリス、はい、で教えてた。これ何を教えてるんですか？はい、プログラミングとか情報ですね。なるほどね、それが最初のお仕事なんですね。はい、これは今も継続されてる感じ？いや、もう辞めました。あ、もう辞めたんだ。はい、さあ、じゃあ今のお仕事、一番メインのお仕事っていうのは何ですか？日本全国の、まあ、小学校、はい、中学校、高校で、はい、まあ、そういうジャグリングとかをもちろんやるんですけども、はい、その上で、うん、キャリア教育ということで、はい、いろんなところで学校の講演をしてます。なんでそういう道に行こうと思ったの？学校の先生をやっているときに、はい、まあ、結局そのもちろん学校の先生本当に素晴らしい職業じゃないですか。はいはい、なんですけど目の前の36人とか、うん、まあ、40人ぐらいの子どもたちにしか、まあ、いろんなことを教えられないなって思ったんですね。おっしゃる通りです。はい、でもちろん学校の先生っていう職業は本当に素晴らしいと、うんうん、だけどもその上で僕ってジャグリングができるじゃないですか、うんうん、
っていう意味で日本全国の子どもたちに、はいろいろキャリア教育だったり、はい、夢っていうのを教えられるっていうのは僕しかできないなっていうのがあったんですよね、うんうん、そういう意味でもう役割的に僕はこれをやるべきだっていうところを思ってこっちの道に、うん、なるほど。これってどうやって呼ばれるんですか、そういう学校からは。全国のもちろんその僕のことを知ってここからご連絡いただくっていうパターンもありますし、はい、まあ、文化庁だったりそういうところから経由で来るっていうこと、はい、文化庁からそういう話が来ることもあるんですね。そうですね。なるほど。ちょっとやらしい話なんですけど、これ行くところっていうのは公立よりも私立が多いんですか。いや、そうですね、私立もありますし公立もあります、はい、そんなに変わんないかな。変わんないんだ。ただ、まあ、突然例えば1ヶ月後にやってくださいみたいなのは私立が多いですね、うんうん、なるほど。やっぱで今僕がやらしい話って言ったのは、はい、当然それってお仕事として行かれるわけじゃないですか、ある種。もちろん。だからギャラっていうか発生しますよね。これが公立と私立で差はないんですか。ありますね。ありますよね、やっぱり。やっぱ圧倒的に公立で予算ないですよね。それでもやっぱりご自身としてはあんまり分け隔てなく行こうとはされてる。そうですね、もう 100% 自分の実力をどんな場所でも出すっていうのが、はい、ですね。なるほど。全部でどのぐらいやりました、今までに。あんま数えてないんですけど、うんうん、本当にもう1ヶ月スケジュールがもう今年の11月とかもずっと日本全国回ってる感じなんで、はあ、あんまり数えてない。あ、そう。結構埋まってるんだ。じゃあそうですね、11月とかも本当家帰れない、はあ、もう沖縄から直接静岡行ってください、はい、直接岐阜行ってくださいみたいな感じです、はい、へー。じゃあ結構あのホテル暮らしとかも多いんですね。あ、そうですね、ですね、はい、ちなみに独身ですか。独身なんですけど婚約者がいる感じです、はい、なるほど、はい、そうですか。ところでね、この令和の虎ってのはいつ頃知ったんですか。これ本当に申し訳ないんですけど、はい、2ヶ月か3ヶ月前、割と直近なんだ。そうですね、うん、で虎になりたいと思ったのはなぜ。あ、そう、この番組が、はい、そう、まあ、2ヶ月3ヶ月前に、はい、まあ、知って、はい、絶対まあ虎になろうとすぐ思ったんですよね、うん、でこれの理由なんですけど、うん、この令和の虎っていうコンテンツって、うん、まず絶対に続けていくべきコンテンツだと思ってるんですね。でこれは理由としては、僕はあの、まあ、母子家庭で育ったんですけど、はい、まあ、結構マジでお金がなかったんですよ、うん、結構本当にお金がなくて生活してたんですね、うんうん、でも僕が小さい頃にじゃあこの番組があったら、はい、人生変わったなっていうのを、なるほど、正直思ったんですよね。なるほど。だからこの番組って絶対に続けなきゃいけない、はい、続けた方がいい番組だと思って、うんうんうん、まあ、虎側がいないとまず成立がしないじゃないですか、うん、はい、なので僕は絶対にこの虎側でどんどんやってってバズらせてっていうところですね、はいはい、ちょっと関係ない話でいいです、はい、今ちらちら拝見してて、これ侍ショーですか。わかります。わかる。大好きなのね。人生で初めて気づいてもらいました。サムライショーだよねこれ。もう僕ね、サムライショーのメガネばっかりしてるんですよ、はい、今日は違うけど、はい、おお、サムライショーだ。サムライショーです。サムライショーですこれ。やばやば。本当に今初めて気づきました。本当で今見てて絶対このデザインサムライショーだと思って、めっちゃもう一生ついてきます。いやいや、本当に僕大好きなんですよ、マジで。サムライショーが、でこれはね、あの 松島正樹って言って、はい、僕のね中高の後輩でデザイナーがいて、はい、このメガネの、はいはい、これしてるんですけど、はい、ほぼサムライショーです。僕です関係ないんです、すみません。さあ最後の質問になります、虎で出られてどんな志願者が出てきたら、上野さんはお金を積もうと思いますか。あ、個人的なもう市場を挟んだっていいですか、はい、もちろん。もう市場としてはその母子家庭だったり、はい、DV 家庭の子どもたちに、はい、あのやっぱりお金を僕はやっぱ支援したいって思ってるんですね、うんうん、まあ、その学校、まあ、いろんな僕ビジネスだったりやってるんですけど、はい、やっぱ母子家庭だったり、まあ、DV 家庭の支援っていうのを結構メインでやってて、うん、はい、まあ、そういう意味でお金をやっぱり、はい、まあ、配りたいっていうとちょっと語弊がありますけど、支援をしたいっていう気持ちがすごくあるので、うん、るそういう志願者が来たら、なんかちょっと風貌と違って真面目ですよ、はい、さあ上野さん、これから活躍していただけると思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。